どうも、ガラです。お願いします。ということで、明けましておめでとうございます。1月1日、元旦ですね。おめでとうございます。ということでね、元旦から諸行図やっていきましょう。お願いします。十分初期ですね。はい、ちょっとね、ずっと、初っ端グダグダなんだけど、ごめんなさいね。まあ、まあ、ぶっちゃけまだ、大晦日なんで、元旦じゃないんでね、お許しください。はい。ちょっともう頭がボケてるんで。お前が先手だ。対局開始。お願いします。ということで、相手の得意戦法ご機嫌中飛車っていうことなんで、これでさ、コイン投げ流民謡やってみようか。どうかな。違ったね。うん。これは居飛車っぽいですね。まあまあこっからね、振り飛車っていう可能性もなきにしもあらずなんですが。なんかとりあえず振り飛車っぽくなってきた。やだなこれ。4、5、6、この辺ついといて、多分これね4人下から、そうですね、4人下から5、4人上がってずんずんずんと来ようということなので、ちょっと駒組みがしづらくなってるんですけど、どうしようかこれ。まあ、とりあえず一歩交換でもしておこうか。で2三歩に飛車を引いておいて、4五歩があるからですね、これね。どうすっか、これ。一回この辺ついとくか。まあ、とりあえず、なんとなくね、もう右側捨てるっていう感じですね。もうこの局面自体では、右側捨てて、左側で勝負していこうかなっていう風に考えてます。はい。なので、右側で手を作れれば、それで OK と。受けます。で、ただ、一応相手、一歩も持ってないね。うん。3七桂跳ねるとね、3五歩同歩3六歩って手が気になるので、そこだけ警戒しておきたいんですけど、まあ、今大丈夫で、ここつくと5四銀から4一飛車みたいな感じで4五歩と仕掛けてくる可能性もあるんですけど、まあ、3七桂4七銀5六銀と対応していきますか。で桂を跳ねといて、これちょっとあれですね、めんどくさい将棋になっちゃったな。めんどくさい。希望としてはですよ、これなんかないのこれ。希望としてはね、7七桂跳ねて飛車引いてビューンと飛車回っていきたいんですよ。それができるかどうかなんだよね。うん、来たか。2、3、4、5、6、7、8、9。あ、上がっちゃった。上がってしまったよ、おい。1、2、3、4。まあ取りますか。これさ、角打ってくるのかな。あ、打つくのか。2、3、4、5、6、7、8、9。いや、ちょっと分かんない。同銀だと4五桂同桂同飛車で困りましたね。とりあえずこれでさばかれちゃったんだけど、まあ、とりあえずさばいてしまって、で、まあ、一回歩押さえておけばとりあえず大丈夫でしょ。3でこの辺なんかできないの、この辺5なんか行きたいけどいけないの、いけないか。いや、8四歩同歩、9五歩同歩、8四歩同歩、9二歩からの、6五角みたいな手を狙っていきたかったんですが、無理そうでしたね。これさ、切ってくんのかな。さすがに、マジか。マジか。結構乱暴ですね。なるほどね。まあ。まあ、こんな感じで、とりあえずついていきまして、で、同歩だったら、6五角からの8三角みたいな手を狙っていきたいんですけど、ちょっとどうかなって感じなんで、ここもついていきたいかな。ここ入れさせてくれるかな。6、7、8。ここ入れば、要は6五角5四銀8三角8二玉の時に9四桂って打ちたいよっていう手なんですよ。1入ったなら打ってみよう。で9四桂で同香だったら5四角同銀からの、おおすごいな。3、4、さすがに9四桂がきつくないですか。1、2で上がったら、9三上がったら9五香があるんで、ですよね。これ詰みじゃん。ですよね、じゃなかった。お前がナンバーワンだ。ありがとうございます。まあ、ということで簡単に感想戦していきましょう。はい、先手番ですね。相手のね、得意戦法がね、ご機嫌中飛車だったんで、今回2六歩から小稲荷流右玉をやってみようかなっていう風な形で、初手は指しました。で、そうですね、ここまでは小稲荷流右玉の駒組み。
でここの4二銀を見てもしかしたらこれ5四歩5五歩って来ないかもしれないと思って、でこっちがですね7六歩ってついちゃうと多分5四歩からはしづらくなる、まあできなくはないかなるのかなっていうところなんですけど、本番この3二金を見てですね、でもこれはご気中にはしてこないだろうと思いました。はい、ではこう銀上がっていって相手も角交換してきて4四歩から4三銀の形を作ってくると。でここではまだ相手にとっては居飛車っていう選択肢もあったんですよ。うん、3三桂から、まあ、右歩にしてしまうとかですねあったんで、こっちもね王様 6八に行くか右に行くかすごい悩んでたんですけど、でこの桂跳ねぐらいから、まあ、多分こんな感じですぐこの早い段階でこの形まで組んでくるってことは4二飛車から、まあ仕掛けてくるのかなっていう振り飛車かなって思ってました。そうなんでね、まあ、本来だったらいつもだったらね4六歩とかついて4七銀型に組んでいくんですけど、そうすると4二飛車から5四銀4五歩の当たりが強いんでちょっと避けましたね。で3六歩とでやっぱりってやったらやっぱり4二飛車だったということで王様左側に行く。でこの辺からなんですけど、そうこの辺からねもうねこれ右側で手を作っているのは間に合わないんですよね。例えば、3七桂とか跳ね、まあまあ 4六歩か普通だったら4六歩5四銀3七桂4五歩で疲れた瞬間にもう攻められちゃうじゃないですか。そうするとこの4七銀5六銀4八飛車みたいな手がね全然間に合ってないんですよ。なんでもうこれは右側捨てるしかないと。なんで右側は低く構えて相手の受けをちょっと低く受ける。でその代わり左側で主張ポイントを作っていくっていういう風に指し方を変更しました。はい。で一応ですねこの局面で相手が2一飛車ってきたんで、そうそう2一飛車って回ってくれるのであれば、まあ、4六歩からですね3七桂間に合ってくるかなと思って4六歩。はい。でこんな感じですね。はい。でここでなんですけど、まあ5六銀って上がったんだけど、いや 2九飛車って引いて8九飛車って回りたかったんですよ。でどっちがいいかなと思って、2九飛車4五歩同歩同桂同桂同飛車で4六歩で飛車引くじゃないですか。でまあ8九飛車とか回った時に5五桂とかね、まあちょっと、パッと見えないけど なんかねちょっと気持ち悪かったんで、でもその方が良かったかもしれないですね。で本譜はちょっと銀上がって受けてしまったんですが、まあ、受けになってなかったと。で同歩で、でここでね、6四角かなって思ったんですよ。6四角だったら、4七金と上がって4五桂に4六歩と打ってね、3七桂成同金とやっとけばとりあえず止まるので、そんな感じで指していくかなって。そうなってくると相手の6四角が負担になるでしょっていう、狭いしねっていうふうなことを考えていたんですけど、5五歩でしたね。これはいい手ですね。同銀ってやると4五桂同桂同飛車で、銀取りと飛車成りが両方受けるのが4六角しかないんですよ。さすがに4六角って打てないんで、5四歩くらいで終わっちゃうんでね。なのでまずいってことで引きました。はい。ただ5五歩をついてしまうと6五角っていう手が生じるので、3人の金取りとね、なんでどうかなっていうところもあるんですけど、でこの歩の時に、まあ、おとなしく引くのがやっぱ普通じゃないですかね。おとなしく引いといてこっちも飛車引いてでどうするっていう将棋になるのかなって思っていたんですけど、まあ、強くゴリッときましたね。でゴリッときた後にゴリッとひっくり返ってね、であちょっと待って、でさこれ思ったんだけど、7六の銀取りなんだね俺今気づいたわなるほどなるほど、まあ、一応6五歩で受かってましたね。でこれをこの歩突きも銀取ると8三歩成で同玉だったら6五角で引いても6五角と打って、まあ強撃態勢取れるので、まあそれはいいでしょうという感じですね。うん、そっか両取りかこれ。まあ4七歩も打てないしね。歩持ってないしで同歩だったんでここもついていきました。でここ通るんだねこれね。まあでも7六飛車はやっぱり6五角があるのか。意外と通るもんですね。はい。で角打って、でこれでね金逃げたんですけど、金逃げる手はちょっと危なかったんじゃないかなと。ただどう受けるって話なんですけど、まあ8二銀とか上がっとくんですか、3人の金捨てて。ただねそうすると3二角成とかなっておいて、まあそれもどうですかね。まあ3八銀とか打つのか4七銀と上から押さえつけていくのかっていう将棋なんだけど、まあ微妙ですね。まあ多分ちょっとこっちがいいかなと思います。でこうやってこうやってこうでこう、そうそう
で、この9五歩の突き捨ての意味は、ここで9四桂と落ちたいよっていう意味ですね。で、そう、ここでね、9四歩、相手の歩が9四にあると、これ指し手が難しいんですよね。どう指していいかちょっと難しくないですか。ここで9五歩だと絶対手抜いてくるんで、手抜いて7二銀だとかしてくるんで、なんでまあ先に突き捨てる入れたと。で、ここで9三玉ってやってきたら、そこでまあ9五香と走っておいて、さあどうかって感じですね。で、次は8二桂なり同玉、9二桂成同香同角成で、7二玉に、8三馬とやれば詰むよっていうことで、一応9五香は詰めろになってます。で、その詰めろを受ける術が相当ないはずです。まあ8五歩ってつけば受かんないね。銀も効いてるし桂も効いてるし、うん、必死ですね、おそらく。ということで、まあ、同香と取りましたけど、まあ、同角成ってやれば、まあ、7二銀ぐらいで、まあ、もう一頑張りできるかなっていうところなんですけど、一応これは角成で以下詰みと。で、寄ったら8三馬か8七角成ですね。で、勝ちになりましたということで、新年早々一発目勝ててよかったです。動画的にはね、うん、実際は勝ったか分かんないけどね。はい。ということで、今年も一年よろしくお願いいたします。はい。バイバイ。